えー、東日本大震災の時避難警報が出た時近隣住民が各事業者に避難するよう声掛けをしましたが避難しない会社が存在したようです避難しない理由で多いのはこれまで避難警報が出ても何もなかったからという理由が多いようです、えー、津波避難は各自自分だけですぐにが基本ですが会社の社長が大丈夫だから行かなくておいと言われた時に広木さんならどう言って角を立たずに避難しますかまた逆に社長だけ残ると言い出す時はどう説得しますか えっとまずあの社長に納得してもらう必要があるとかその社長を説得しなきゃいけないという時点で考え方間違ってますあの何か避難警報が鳴った時は何も言わないで走り出してください。 要は、あの、気づいてない人がいたら避難警報になってるよっていうのを伝えるべきなんですけど、そこでどう避難するかとか、避難して良いですかとかって、確認したり説得をする時点で間違ってます。なので、その ET さんは社長が間違ってると思って説得しなきゃいけないと思ってらっしゃるかもしれませんけど、説得しようと思ってる ET さんが間違ってます。やるべきことはさっさと逃げることです。以上です。えー、高松さん、16日の夜中に火山噴火で津波警報が出ましたが、ひろゆきさんの国はちや、あ、津波警報どうだった さすがにだって、大西洋だからね、うちはああ。さすがに来ないんよね。うん。届んか、かすごかったよ、でも、もう、日本は。俺、実はその東京の方とかもね、波来たの、うん、えっと、一応到達したっていうニュースにはなったけど、まあ、そんな高さはなかったので、ああうん、まあ、船がでも何隻か、あれだよね、南の方のところでは船が沈没したみたいな話がニュースになってたね。あじゃあ、その、なんか、あの、その人で、なんか事故にあったりとか、怪我したりとかっていうのはない感じ なかったみたみいあの俺が最近見た、<ー>直近で見たのだとあの、津波です、逃げてくださいっていうので、あの原付に飛び乗って、うん、夜中にみんな津波だ、逃げろって言って、一人で高台行った人が、あの誰も高台に他の人が、一切住民が来なくて、<laughs> で、家帰ったら、<laughs> 夜中にお前車で、車走りながら帰省走ってたやつがいるけど、お前かって言って、家族からすげえ怒られて、<laughs> めちゃくちゃ腹が立ってるっていう兄 <laughs> ちゃんの書き込みは見た。ね、みんんなちゃの お前が正しい。いや、お前の方が正しいよ。本当に来てたらお前の方が正しかったんだよ、みたいな話をしてたけど。<laughs> も<さ>俺は本当に来てると思うんだったら、家帰るな。い <laughs> やいやいや、だから。途中で諦めたわけじゃん。じゃ高台行って2時間いたんだって、1人で。あ,あ、2時間いたら1人でポツンと。誰も来ない。誰も、おい、誰も来ねえぞ、みたいな。いつもの土曜日、みたいな空気になってて。で、帰って翌朝、なんかあんた昨日夜変なことした、みたいな感じで、親に怒られたっていう。 <laughs> かわいそうだね、うんで。で、規制はいらないっていうのも、みんな逃げろ津波が来てるぞ逃げろって言いながら、ピッピッピーって言って、あの鳴らしながら、あの、高台まで走ってたらしいのよ。うん、それが全部、なんか規制を上げながら走ってたっていうふうに置き換えられてて、<laughs> そ,うね、そう。<laughs> 多<分>かわいい。死に叫んでたんだろうけどね。